100均にね、こういう電池があるんですけども、マンガン乾電池という電池なんですが、ドライバーさんに行った時かな、それかなんかツイッターかなんかかな、情報屋 J かな、9ボルトでモーターを鳴らすと、ちょっとね、良くなるみたいな噂、これ噂レベルの話なんですが、小耳に挟んだね、これ100均からね、買ってきたんですが、ライトダッシュ、これまだ未開封ですから、これの今、開けたばっかの状態の数値測って、こっちに鳴らした後の状態を測って、こうどんぐらい違うのかみたいなね、理科の実験みたいなことをしていけばいいんじゃないのかなと、ゾゾタウンの提供、あと、ゲットナビさんの提供でお送りできたらいいかなと、仮想ですよ、仮想協賛でね、お送りできたらいいなと思ってるんですが、ゲットナビ、これが先月か、12月号、これがもう1月、2016年1月号になるのかな。これね、TMFL、TMR、ラダモ、キューバー、ライダモ、キューバー、てめはれーってことで、このゲットナビ最新刊にも、てめはれーが載ってんですよね。何が載ってるかっていうと、ジャパンカップの、最終のファイナルの、なんかジュニアチャンプ、オープンチャンプ、チャンプの人たちのマシンがこう、バッと乗ってるっていうね。表裏、横、後ろ、いろんな角度から撮って、乗っているというのと、あとちょっと TMR がですね、ちょっとモンハンとコラボしたマシンが乗っているという、これゲットナビ、そのためだけに買っても、他の情報でちょっと家電にも詳しくなるみたいな感じになってて、非常にいいです。一石二鳥にもなります。単純に最新のものに詳しくなっちゃうっていう。これでね、GoPro とかウェアラブルカメラみんな買い出したらちょっとまずいなっていうパターンもあるんですが、こっち、先月の方もね、なかなかいいですね。ゲーム芸人、藤田さんはすごい詳しくてね、羨ましいです。まず、じゃあ、ノーマルモーター。ね、僕のノーマルモーター、これ何万回転もいきますからね、5万回転とかいきますから、そのノーマルモーター、ちょっと1回9ボルトで鳴らしたらどうなのかみたいなことをやっていきましょう。まず、数値はね、これ目安なんで。じゃ、どんどん上がる。どんどん上がるのやめて。どんどん上がらないで。はい、一応マックス1万9000回転ですね。結構いくな、俺。じゃあ電池あげますよ。なかなかね、これ開けた瞬間これ感電しないよね、大丈夫だね。電池の液が目に入った場合はすぐにきれいな水で洗わない。怖い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 。じゃあとりあえずちょっと30秒やりますね。はい、ちょっと最初モーターが逃げるっていう現象起きたんで、ちょっと多めにやりました。すんげえ癖。じゃあ続いて、逆いきますよ。うろ、あー、なんか音が違う感じがする。音がいけそうな気がする。これ大丈夫？俺手で持ってて、これ。はい、怖っ。もうちょっと怖いわ。もうやりたくねえわ。やりたくない、私。さあ、ノーマルモーター1万9000回転だったんですが、じゃあちょっと見てみましょうか。さっきね、一応3、同じく3ボルトでやってみましょう。まあ、あくまで数値なんでね、数値、目安なんで、別にその何万回転っていうのに関してはあんまり参考にはならないと思いますが、さあ、いきますよ。
はい、見えてたかな、わかんないですけども、一応ですね、19,700が最高かな。さっき1万どんぐらい、9000ちょうどぐらいだったかな、700回転ぐらい多くなった。 でもまあこれあれだね、最初全然鳴らしてなかった状態だったのかな。こうね、最初加速してった部分があったから、1万9000で大体落ち着いてるっていう状態なのかな。ちょっとだけ長く上がったのかなっていうこれをだからその何セットかやればいいわけでしょ。それはさ、何セットかやればそれはなるだろう。それはモーター1個潰してやろうとしてんだから、こっちはさ別に失敗、いいだろ失敗してもそれはいいだろう。急速根っこ髪効いてる場合じゃないぞ。ちょっとじゃあ、何セットかちょっとやってみます。一応ですね、さっきの、感じで3セットっていうんですか、30秒やって、まあ、1分ぐらいですね、1分ぐらい、休憩して、で30秒やってっていうのを、まあ、3回ずつやったんですかね。正回転と逆回転、まあ、かなりこれもう、でもそんな熱くないですね、そんな熱持ってないんで、そのままちょっと測ってみたらどうなるでしょうか。じゃあちょっとパーティーピーポー行くよ。最初ね、なんていうかこう初速じゃないけど、こうスタートピッて入れた瞬間2万900ぐらいまで行きましたけども、その後はずっと1万9500ぐらいで安定していたという感じで、まあ3セット1回鳴らした時ぐらいの感じ、下手したらもう鳴らさなくても一緒みたいなぐらいの感じの印象が受けてますね。常に僕の声はだいたい6000から1万8000、1万、テンション上がると1万ぐらいなのかな。ってことで、こっちなんですが、こっちやる？こっち意味ない。なんかモーターをただ痛めつけて終わりそうな気がするんだけどね。こう上からこうやって鳴らしたやつで、もう開けたらすげえ早いみたいなやつがあったりして、中のね、そのコイルとかもね、また違うのかもしれませんですし、同じなのかもしれませんですが、ちょっと一回じゃあライトダッシュ測ってみましょう。2万1000ぐらい。これと変わんねえんじゃねえかっていう、これと変わんないんじゃないですかっていう初公判が今取り行われようとしてますが、欠席します。私はただ回転数を上がるかなと思ってこれやってみただけなんですよ。さあ政治的に見ればそれは大した額ではないに欠席します。これに負けてらんないんで、ライトダッシュプロちょっと3セット やりたいと思います。3セット鳴らします。ありがとうございます。はい、こんな感じ。さて休憩ですか。まあ、休憩してる間にね、ゲットナビとかってね見るのもこれで一つのいいところではありますよ。まさかね、このロケットニュースの人たちがちょっとホストっぽいメイクに挑戦してるみたいな、結構体張るんだなっていうのは一つの発見でしたね。来末、風来末、油工事のプラ工事、パイプ、シューリング、終わった。いやー、ずっと10ゲーム言ってたけどやっと終わった。さあ一応3セット終わりましたが、ね、1個上のジュニアチャンプはトミックチューン2で、オープンチャンプは、トルクプロで、チャンプがライトダッシュということで、まあ、今後ねこれまたMA とかでもライトダッシュを使う機会があるかもしれないんでね、こ
この結果が今後左右することになる。はい、29,000。3万、ということで、3万いきましたね。マジか。これ漫画、あ、ちょっと待って、これ漫画でよかったのかな。これ漫画じゃまずいよな、多分。え？漫画は多分これ使っていくうちに、電圧が落ちるということなんで、これもう結構だから9ボルトだったけど、もうどんどん落ちてってるんだろうかね。ああそう、こういうところに落とし穴ある。ああそう、アルカリ9ボルト。アルカリ9ボルトでしょ、多分これ、こっち多分。一回、マンガンでやるとこうなりますよっていう、動画でした。この動画はですね、ゲットナビさんとゾゾタウンさんのね、提供でお送りしてい、いければいいのになって思ってる次第でございました。これちょっとアルカリじゃん。マンガンじゃないじゃん。2万2000いきましたね。